どうもこんにちは。今回はテスラがモデル3の大規模なモデルチェンジを行う可能性が報道されながら、特に EV 性能とインテリアに改良が加えられる可能性として、新型4680セル搭載や用具型ステアリングの採用など、その予想される変更点を含めてモデル3に関する最新動向を一挙に解説していきたいと思います。まず今回のモデル3に関して大前提として押さえなければならない点というのが、2018年から2021年までの4年間という期間連続して年間で最もレダ電気商社に君臨していたという点であり、特に2021年に関しては既に競合が次々と新型 EV を投入していたわけですが、それでもやはりどの自動車メーカーもモデル3の牙城を崩すことができていなかったわけです。その一方でこのモデル3に関しては、特に我々日本市場においては2019年の9月から納車がスタートしているために、まだそこまで古い車のように感じる方が少ないものの、既にアメリカ本国では2017年の7月頃から順次納車をスタートしていたり、さらに中国や欧州市場に関しても2019年の初頭から順次納車をスタート、なんといってもその販売台数が日本とは桁違いであるために、既に街中を見渡せば常にモデル3を見かけるような状況であることから、そのモデル3に目新しさがなくなってきている状況ということなのです。そしてそれに追い打ちをかけてきているのが競合の EV セダンの台頭、中でも中国市場において急速に目立ち始めているのがモデル3と同等レベルの EV 性能、そして先進性を両立させた本格 EV セダンの販売台数の急増であり、特にその中国国内における EV セダンとして個人的に注目している車種をいくつかピックアップしていくと、まずシェンラン SL03 というミッドサイズセダンに関してはエントリーグレードにおいても CLTC 基準で500キロを超える航続距離を確保しながら、バッテリーの保証期間を10年30万キロという圧倒的な長期間を設定、そして何といってもその車載インフォテイメントシステムが極めて洗練されていることによって非常に注目度が高い車種となっています。またオラの新型 EV セダンであるライトニングキャットに関してもエントリーグレードで航続距離550キロを達成しながら、バッテリー保証についてもファーストオーナーについては走行距離や期間を無制限に保証するなど、さらに手厚い保証を実施、なんといってもポルシェの元デザイナーが手掛けたことによるポルシェパナメーラのようなデザイン言語はこれまでの EV セダンにはない要素となりそうですので、ストリートな EV 性能とともにグッドキャットで見せたような中国国内でスマッシュヒットをまたもや記録することになるのかもしれません。さらに BYD がすでに発売をスタートして月間1万台オーバーという販売台数を達成してしまっているシールに関してですが、こちらはなんといっても EV 性能の最適化に振ってきているわけであり、その電気性能を比較してみてもあのモデル3と同等の電気性能を達成することに成功しながら、 BYD の独自内製バッテリーであるブレードバッテリーを搭載してきていることによって走行距離や期間を無制限に保証することが可能、なんといっても独自内製を果たしていることによってコスト削減を達成し、その値段設定がモデル3よりも日本円で100万円ほど安価に購入することが可能なことによって非常に競争力の高い EV セダンをラインナップすることができています。そしてなんといってもニオのミッドサイズセダンである ET5 に関してはプレミアムブランドとしてモデル3と比較してもインテリアの質感が上質でありながら、 EV 性能に関してもエントリーグレードにおいて中国国内では最低限の500キロを大きく超える550キロを達成しながら、 EV の利便性を大きく向上させるためにバッテリー交換ステーションを中国全土に1200箇所以上配備することによって数分間のバッテリー交換でもって満充電状態に回復させることが可能、当然ニオに関しては自社内でソフトウェアを内製しながら自動運転システムについても自社開発にコミット、特に個人的に注目しているのが社内のエンタメと AR 技術を統合させることによって、例えば映像をただディスプレイ上に表示させるだけではなく専用のメガネをつけるだけでディスプレイとは比較にならないほどのスケール感でエンタメを楽しむことが可能、いずれにしてもモデル3と全く遜色のないレベルの EV 性能とエンタメ性能を両立させることに成功、何よりもその値段設定についても車両の購入金額を抑えるためにバッテリーを別でサブスクリプションすることが可能であり、すると本体価格はモデル3よりも安価に購入可能、当然バッテリーのサブスクプランであればバッテリーの劣化などを一切心配する必要がありませんし、何よりも日常使いにおいてはエントリーグレードの 75kWh をサブスクしながら年に数回程度長距離を走行する場合のみ 100kWh のバッテリーをサブスクするなんて柔軟な対応もしてくれますので、おそらく近い将来 ET5 も月間
間1万台の台を突破してくることになると期待されています。このようにしてテスラモデル3については特に中国市場を中心として競合 EV セダンの相次ぐ登場によってモデル3ではなくその他の EV を購入検討しているケースが目立ち始めている。実際問題としてこの年末にかけて中国国内の販売台数が激しくなるものと推測できることからこのモデル3に対して大規模なアップデートを求める声が大きくなってきていたと背景が存在したのです。そしてそのような背景において今回新たに明らかになってきたことというのがついにモデル3に大幅なアップデートが施されるのではないかという一部のメディアによるリーク情報が飛び出してきていたということであり、こちらはロイターによれば内部関係者4人に対するインタビューにおいて主にインテリアの変更そして製造コストを低減するために製造工程をよりシンプルにすることがトッププライオリティと報道。いずれにしても発売がスタートして5年以上が経過した段階においてようやくモデル3の大規模なモデルチェンジが刊行される可能性が出てきているということなのです。それではこのモデル3に期待されるアップデート内容について個人的に考えられる推測を一気に紹介していきたいと思いますが、まずはじめに今回の報道とは関係なくモデルチェンジにおいてまず間違いなく変更が加えられる点というのがインテリアの改良という点であると考えられ、こちらはイーロン・マスクも以前ツイートしていた通りさらにインテリアをシンプルにするためにまずはシフトレバーを削減することに取り組んでくるはずであり、そうなってきた場合既にモデル S とモデル X では採用されているヨーク型のステアリングを標準で採用する可能性が濃厚、そしてこれまでであればウィンカー操作や自動運転支援系の起動を行っていたシフトレバーを全て撤廃してハプティック式のボタンとしてステアリングに埋め込んでくるのではないかということなのです。その一方でモデル S や X と同様にディスプレイのサイズを現状の15インチから17インチにリプレイスしてくるのかは微妙であり、少なくともインストルメントクラスターを追加で搭載してくる可能性はそのインテリアのシンプルさの維持およびコスト抑制、モデル S との差別化という観点も含めて非常に低いのではないかとは考えられると思います。それではそのインテリア以上に大きな変更点となってくるであろうポイントというのがやはり EV 性能という観点であり、まずはなんといっても既にモデル Y で採用されているリア部分の一体成形であるギガキャスティングをモデル3においても導入してくる可能性が濃厚であるということで、繰り返しとはなりますが既に日本に導入されているモデル Y についても未だに完全な一体成形であることを示すワンピースキャスティングではなくあくまでもツーピースキャスティングにとどまってはいるものの、どこかのタイミングで最新のワンピースキャスティングになるでしょうから、おそらくモデル3については当初からワンピースキャスティングを採用してくるのではないか、そうなってくればさらにボディ剛性を高めることに成功したりその分だけ軽量化を実現し電気性能の向上にも貢献することは間違いありませんし、何よりも今回のロイターによる報道でも指摘されている通りギガキャスティングの導入によってさらに製造工程のシンプル化、それによる製造コストの低減を期待することができるのです。ちなみにですがテスラについては広く知られている通りモデルチェンジとは言わないながらも定期的に EV 性能や内外装の質感をアップデートしていることで知られているわけであり、特にモデル Y において強みとなっているその設計の最適化によるワイヤーハーネスのさらなる短縮化などによってさらに車両重量の軽量化を実現してくることも間違いないでしょうから、むしろ電気性能をさらに向上させる代わりにその分だけ搭載バッテリー容量を減らして同等の航続距離を確保、その分だけ車両の購入金額を値下げしてくる可能性もあるということなのです。またモーターに関しては現在モデル S で新採用されているカーボンが巻き付けられたモーターについてはもしかしたらモデル3の中でもパフォーマンスグレードのみに採用される可能性もあるということであり、こちらは耐熱性がさらに優れることによってさらにモーターの回転数を許容することに成功するために現在採用済みのモデル S プラットについては最高速時速322キロ、0-100タイムも 2.1 秒という市販車最速クラスのパフォーマンス性能を達成することにすら成功していますので、モデル3パフォーマンスの差別化ポイントとしてもこの新開発モーターを採用してくる可能性はあると思います。しかしながら
最も可能性が高いと考えているのが最新のバッテリーセルの採用という観点だろうけで、特にエントリーグレードにおいて採用の可能性が極めて高いのが M3P バッテリーと名付けられている中国 CATL 製のバッテリーセルであり、こちらは現行の LFP バッテリーと比較しても同等の耐久性や安全性を兼ね備えながら、さらにエネルギー密度を向上させることに成功すると、同じ航続距離を達成するのにさらに搭載バッテリーを減らすことが可能となり、その分だけ製造コストの低減に寄与。すでに複数の報道ソースからも今回ロイターが報じてきている2023年の第三四半期からの導入はまず間違いないと考えられるでしょう。また同じく CATL が新開発した最新のバッテリーセルの搭載方法であるチーリンバッテリーに関しても、もしかしたらモデル3のロングレンジやパフォーマンスに導入される可能性も残されており、こちらによってさらにエネルギー密度を高めることができますので、すでに一足早く採用を表明している中国のゼイカーだったり、採用を示唆しているリオートなどに引き続いてテスラについてもさらに航続距離を引き伸ばすために特にロングレンジグレードについて導入してくる可能性があると思いますが、こちらはまだ製造コストが高いことによってその分だけ車両コストにも跳ね返りますので、そのコスト上昇を受け入れてもあえて航続距離を伸ばそうとしてくるのかといえば、個人的にはテスラについてはその可能性が低いのではないか。やはり本命としてはエントリーグレードにおいて M3P バッテリーを採用してくる可能性が極めて濃厚ということなのです。ちなみにですが、待望されている4680セルの導入およびフロント側のギガキャスティング、そしてそれによるストラクチュラルバッテリーパックの導入に関しては、今回のモデルチェンジにおいてはその導入の可能性は低いと見ており、その理由としては何といっても未だに4680セルの生産がランプアップしていないことによって、モデル Y でさえ大したスケールで4680セルを導入することができていないということ。当初採用予定だったセミトラックについても当面は2170セルの採用になるということ。なんといってもテスラに関してはこの4680セルがマストとなるサイバートラック、もちろんセミトラックも含めてその大量生産が控えているわけですので、モデル3に対して4680セルを採用することはまず不可能なのではないか。すると自動的にストラクチュアルバッテリーパックの採用もできませんから、一連の4680セル導入への期待はまず可能性は低いと考えた方が賢明かと思います。このようにしてテスラモデル3に関してはこれまで圧倒的な販売台数で EV 業界を引っ張ってきていたわけですが、さすがに中国市場筆頭としてやや古さが出てきていることも否めないわけですから、2023年の後半にも大型のアップデートが行われる見通し。特に個人的にはリア側のギガキャスティングの導入、そして M3P バッテリーの導入によるさらなる生産コストの低減によってモデル3の製造コストを引き下げて、我々日本市場においても値下げを行ってくることにも期待していきたいですし、特に M3P バッテリーとインテリアの変更についてはかなりの角度でモデル Y にも採用されることは間違いないでしょうから、果たして2024年モデルのテスラモデル3およびモデル Y の EV 性能はどれだけ引き上げられるのか、そしてそれによってどれほど販売台数を引き上げることができるのか、日本をはじめとして中国などを含めた EV 激戦区における販売台数の編成にはぜひとも期待していきたいですし、そのアップデート内容次第によっては現在モデル3や Y を所有しているオーナーについても乗り換えを検討してもいいのかもしれないということですね。モデル3購入いってらっしゃい。